震災後なので放射能でお外で遊べない子がここで体を思い切り動かして遊ぶためにできた施設です。常連さんも最近少しずつ増えてきて、毎日来てくださる方だったり、ここのパークでこうお友達ママ友さんができたりっていう人たちは団体で毎日いらしてくださったりとかもあるので、常連さんは結構いらっしゃいます。はい、ですね、私たちみたいな保育士の資格を持ったパークリーダーが必ずここにいるっていうのが大きな特徴で、まあ、ここに来てお友達いないけど子どもたち遊べるかしらっていうお母様たちも安心して先生たちが遊んでくれるっていう場だったりもします。毎日何かしらのプログラムだったりイベントが入っているので、毎日来ても飽きないというパークになります。遊具も入れ替わるっていうのがここの特徴だったりします。だからそれを楽しみに来てくださる方とかもやっぱりいます。そうですね、近くに私 の, その自宅の近くにはこういう施設がないので、で、まあこういうところちょっといいなと思ってます。で、たまたまなんていうんですか、うちのおじいちゃんとかおばあちゃんが病院に行くので、その送迎 の, その待ってる間ちょうど利用できるので結構便利に、で子どもも喜んでるので、週に2回から3回ぐらい、はい、利用してます。やっぱりなるべくだったらこう外よりは室内の方が、いいかななんて思って、で、公園もやっぱり専業も予選とかで下げてくださっているんですけども、こう実際に数字を見ると、数値を見てしまうとなかなか長い時間いたりっていうのは、すごく助かってます。福島の子どもたち毎日元気に遊んでいます。これからもさらにパークが盛り上がるようにプログラム作り頑張っていこうと思います。会員様だけではなくて突然来た方でも遊べるシステムありますので、どうぞ近くに寄った際はご利用ください。